心も体もバッチグーよ。何ここ。潰れかけのキャバレーつうか。足立さん、ナンバあいつが病だ。そうらしいな。まあしかし、なんつうパスウェイ感だよ。よくここまで来たな。ご苦労なこった。キリュウさんはどこだ。ここにいると思ったから来たんだろ。無事なんだろうな。さあな。なんだと。おや、富澤君もお越しだったか。のこのこ面見せるとは大した度胸じゃねえか。それとも俺がなめられてるのかな。俺はもうこれまでとは違うんだ。桐生さんを返してくれませんか。それは口をパクパクするだけで通る話か。お前もうちにいた人間なら、我を通してならどうするかくらい分かってんだろ。ヘッ、太田君とかいい教育方針でやってるみてえだな。桐生の腰巾着が一発の口聞きやがる。少しは期待してもいいんだろうな。ねえ、楽しんでいけや。ねえ、みんな、そうだ、放っておいたら。そうよ、あんなの意地悪だ。すぐ終わるからね。ステスに囲まれてお出迎えか。余裕しゃくしゃくだな。ここは病の根城だ。俺たちは完全にアウェイってわけだな。へばってんじゃねえ。よし、やるぜ。来やがれ。頑張りますか。ほっ。惜しいね。私の出番ね。やるのかよ。ムーン。もう終わりだ。覚悟。おりゃ。ふん、俺の番だ。ムーン。ガツンと行くぜ。出番が来たな。相手してあげる。うそ。楽しませる。いつでもどうぞ。ほら、借金つけ。さあ、行くぜ。一息つきたい。どうした？はあ？お茶にしましょう。ちょっと休憩。ありがとうよ。
責任は俺だ。へばってんじゃねえよ。黙らせてやる。てっかっ、よし、やるぜ。ほら来い。何やじゃしねえ。来ない。受けてみな。ふん。よし、もう終わりか。覚悟。やりなよ。悪いな。惜しいな。さてと。やろよ。よし、やるぜ。楽しませろ。受けてみな。全力で行くよ。覚悟。やっ。はっ。頑張りますか。見さらせ。ごちそうだ。残さずくらえ。ちょっとそろそろ本気出してよ。おやじ、どうぞ。そうだね、たまには本気出すか。予想外だ。こういうのは気流に期待してたんだけどな。早く来いや。回復しとかねえと。逃がしゃしねえぜ。へばって黙らせてやる。来ねえな。すっきりした。とっとと終わらせる。お茶にしましょう。よっと。ありがとよ。ぶちかま。ほれほい。ほれほれ。こっからだろうな。ほらよ。ありがと。出番が来たな。
粘ってんだね。相手してあげる。ソラよ。ありがとう。私の出番ね。やんのかい？こっからだろうが。逃がしゃしねえぜ。こねえのか？へばってんじゃねえよ。はい。ありがとう。いつでもどうぞ。ほら、しゃっきりして。さあ、行くぜ。ガンガン行くぜ。相手ガツンと行くぜ。いい感じだ。おっと、次は俺だ。頑張りますか。何？来ない。まだまだやろうぜ。くせ。かかってきな。必殺。ああ、どうかお恵みを。よし。こっからだろうね。やるのかよ。うさ、ちょっと休憩。仕切り直しだ。おれ、せーれー、おれ、さっき上がってきな。私の出番ね。はい。ありがとうよ。ガンガン行くぜ。俺来い。粘ってんじゃねえよ。相手してあげる。
ガツンと行くぜ。ほら、おいおい、へばってんのか。楽しいのはこっからだろう。こっからだろうね。ほれ、ありがとよ。私の出番ね。はあ、せっ、やっ、おりゃ、気にさせる、お前ら。早く来いや。調子いいな。うそ。何？来ない。受けてみな。はっ。まだだ。ここで終わるじゃもったいねえ。これこい。へばってんじゃねえ。覚悟。釘付けにしてやる。ほら、一杯やりなよ。悪いな。きついな、クソ。相手してあげる。まだまだやろうぜ。ほらよ。ありがとう。やりにくいぜ。いつでもどうぞ。へばってんじゃねえ。何？来ない。行くぜ。黙らせてやる。じゃあ来いよ。嘘ったらごめんね。こっからだろうね。かかってきな。よし。はあ。はっ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 。ガツンと行くぜ。ほら、覚悟。やっ、はっ、やっ、おりゃ。思い通りにはいかねえな。まだまだやろうぜ。俺の番だ。受けてみな。おれ。ああ、もうできじゃねえか。もう動けねえよ。よし、上昇上昇。吸収が早いのよね。俺もまだ若いね。また強くなっちまった。もう一遍だけ言うぞ。キリュウさんはどこにいる？知らねえっつったらどうする。なあ、俺が力ずくで聞き出しますよ。
やまい。富澤、これ以上手下の前で恥かきたくなきゃ、やるべきことは分かってんな。恥なんてとうの昔に捨ててるよ。どうした、手に持ってんのは飾りか。トミー、やめな。キリュウさんって人なら無事だよ。おい、でも組長さんに手を出すならこの先は保証しない。なんだよ、案外人望あるんじゃねえかあんた。いい女だ。俺はああいう人と初対持ちたかった。いいんじゃない、本気なら今からでも遅くないですよ。そん時は応援してくれ。入るよ、お客が来た。大きな声出すな、寝返しといてやれ。あんたら桐生さんを見てくれてたのか。組長さんに言われてやっただけ。この人は組長さんの憧れの存在なんだってさ。病だ。運び込まれてきた時からずっと眠ってる。怪我は大したことはないが、内臓が弱りきってる。やっぱり相当無理してたっすね、キルさん。ここじゃ応急処置くらいしかできん。仲間ならさっさと連れて帰れ。病のやつ、こんなことだったら俺らとやり合わなくてよかったのによ。ああ、けど病も茜さんを狙ってたんだろう。まだ彼女を追うつもりなら話は別だ。病、あんた茜さんのことはどうする気だ。茜ってのは例のばあさんのことか。ばあさんって言うんじゃねえ。そもそもあんたはなんで茜さんを追ってんだ。ハワイの裏社会がこぞって探してるからだ。どんな価値かは知らねえが、そんなもんは手に入れてから確かめりゃいい。そんな理由かよ。ハワイに来てだいぶ経つが、俺らはまだ売り込み中だ。バラクーダとガンジョーからは随分下に見られてる。だから連中が奪い合ってるもんを先取りできりゃ、そこでようやく交渉のテーブルにつける。交渉？格好つけた言い方してるけど、要は茜さんとラニちゃんの命と引き換えに利権が欲しいって話でしょ。連中が狙ってんだ。ばあさんには追われるだけの理由があるんだろう。だがラニってのは何のことだ。少し安心したい。それを知った上でのことじゃなかったんだな。説明させてくれ。信じるかどうかあんた次第だけどな。パレカナの代表が真の支配者で、ラニってガキを狙ってるか。作り話にしちゃだいぶお粗末だ。信用してくれるんだな。富澤の件にしろ、桐生の件にしろ、
お前は嘘が上手じゃなさそうだ。それに連中がばあさん一人を血まなこになって追っかけ回す奇妙さにもやっと納得がいった。ばあさんの剣からは手を引く。ガキを食い物にするほど金に困っちゃいねえからな。キリュウが目覚ましたらさっさと出て行け。うちの島にちょっかい出さなきゃお前らとはこれっきりだ。ああ、ヤマイ、最後に一つ言わせてくれ。ああ、キリュウさんのことを手当てしてくれてありがとうございます。恩に着る。死体の首取ったって何の看板にもなれやしねえってだけの話だ。いや、俺の中じゃあんたは男ぶりをあげたぜ。ま、あんたには何の足しにもならねえだろうがな。ああ、まったくだ。私は桐生一馬の家族です。おじさん、家は？お前、家がないのか。孤児院、黙って出てきた。お前、孤児院にいたのか。じゃあお前、いたぞ、あのガキだ。捕まえろ、絶対に逃がすな。よせ、おい、よせ。手出すな！キリュウさん、もう大丈夫です。ここは安全ですから。春日、何があった？病と手打ちをしていろいろ話しました。あいつらは何も知らずにいたんです。ハワイの裏社会が茜さんを追ってたから彼女を探してたってだけで、他に新しい情報はありません。今もまだ茜さんとラニがどこにいるかは。そうか。あとは俺らに任せてください。うん。キリュウさんの体はもうこれ以上の負担に耐えられません。みっともねえとこ見せちまった。だが全部承知の上だ。もう大丈夫だ。まだそんなこと。どう見たって大丈夫なんかじゃないでしょう、キリュウさん。私は昔看護師をやっていました。そのことを踏まえて聞いてほしいんですが。先が長くねえことは分かってる。だが俺にはやるべきことがある。ラニーや茜さんを救うことですか？あなたには無理です。何？日本に帰国して回復に努めてください。さもなくば春日さんたちの足手まといになります。な、私の任務は茜さんを一刻も早く保護することです。客観的に言って今のあなたがここに残れば任務に差し支えます。春日さんたちにいらぬ負担をかけ
茜さんの捜索を遅らせかねない。結果的にラニという少女を危険にさらすことになる。それは本意ではないでしょう。ラニと沢村遥を重ねているあなたにとっては。沢村遥、桐生さんにとって娘同然の存在です。百億の少女と呼ばれ、大人たちの欲望に翻弄され続けた桐生さんが守っていなかったら、きっと誰の目にも触れず闇に葬られていたでしょう。ラニの境遇は私の目から見てもかつての沢村遥と重なるところがあまりに多い。桐生さんが強くこだわるのは理解しているつもりです。しかし今のあなたのコンディションでは人を救うことなどとてもできない。そんなのは元看護師でなくたって見ればわかる。もうその辺で。桐生さん、しばらく休養してください。難波も帰国に着きそうと言ってくれてます。茜さんのこともラニのことも必ず何とかします。俺だけじゃありません。足立さんもじいちゃんもトミーもエイちゃんもいます。だからここは俺たちに任せちゃくれませんか、桐生さん。情けねえな。てめえより若い連中にここまで言わせちまったが、俺は任せる。俺はどっか人に頼るのを怖がってたのかもしんない。怖がる？桐生さんがですか？ああ、自分でも今初めて気づいた。長生きはするもんだな。ええ、そうですよ。分かった。すまないが、茜さんとラニのこと頼むぞ。春日、みんな。はい。一番。茜さんとラニを見つけたら俺にも知らせてくれ。もちろんです。胃の一番にお知らせしますよ。大事にしてください。ああ、じゃあまたな、一番。ああ、いやちょっと待った。一ついいか。お前ハワイ来た途端ちーちゃんなんか捕まえやがって。さっちゃんのことはもういいのか？
この野郎。そんなんじゃねえって。じいちゃん、下手すりゃ二回りも年下だぞ。それがいいってこともあんだろうがよ。俺は全然ありだぞ、じいちゃん。はったく、せっかくハワイ来てくれたのに、こんなバカ話する暇もなかったね。悪いと思ってるよ。まあいいって。じゃ、頼んだぜ、ナンバー。おう、それじゃあな。堂島の竜に後を託されちゃった。責任重大だね、一番。ね。けど、やってみせるさ。それで、何か茜さんたちを探す当てはあるのか。また動画上げてコメント待ちってんじゃねえだろうな。あれも悪い手じゃなかったろ。今この瞬間にだって茜さんからメッセージが来るかもしれねえんだ。茜さんが所長をやってた養護施設があってよ、そこはパレカナが運営してんだ。じゃあそこに行けばパレカナの人間と接触できるわけか。もう行ったことあるけどね。その時はまだブライスの正体を知らなかったけど、手がかりはなかったよね。それにあそこの人たちがギャングなんかと関わってるようには思えない。とはいえ今んとこ心当たりがあるのはあそこだけだからな。また行って確かめるほかね。わかったよ、現場百遍は捜査の基本だ。よっしゃ、行くか。ここなんだな、パレカナの養護施設ってな。ああ、ただ妙に静かだな。前来た時は子供たちが遊んでた。あ、ほら、あそこに。あれ、見覚えある子だったんだけど、忘れられちゃった？いや、というより俺らを見て怖がってたように見えたぜ。ここの子たちはもともと誰にでも人懐っこかったろ。うん、やっぱりなんか変だよ。あの子に根も葉もねえことを吹き込んだ奴がいるのかもしれねえな。現場百遍は正解だったかもしれねえぞ、カズが。変化があるってのはいい兆候だ。かもな。行こうぜ。And so the enraged Nele, in all her wisdom, cast Greedy into the frozen fires. Bryce? 島に戻るって言ってなかったか？まだこんなとこにいたのかよ。ようこそ、春日さん。またお会いできて嬉しいです。この間見かけなかった奴らだ。あえて嬉しいっつった割にボディーガードを前に立たせるんだな。
彼らは白の戦士です。私に危害を加える心を敏感に察知してしまうのです。デイナとカロンはどうした？留守なのか？何か御用があれば代わりに私が伺いましょう。火が全てを浄化するまで。ウォン・トーの話はやっぱり本当なのか？あんたその子たちに何をするつもりだ？They're scaring me, Father Bryce. Fear not, my child. No evil can withstand the Hawk Warrior's spirits. What we should do now is pray. Let us beseech Madame Nele to envelop them swiftly and painlessly. どうも俺たち哀れみを受けてるみてえだぜ。茜さんはラニを連れてここから逃げ出した。それをあんたは追ってる。すましたつらして、それはそれは必死にだ。普段は目立たないようにしてるくせに、手なずけていたギャングたちに総動員をかけてまでな。パレカナの火は浄化の炎です。迷いも疑いも全てを包み込み、等しく無へと帰すのです。彼女たちを見つけたら二人とも殺すのか？清められるべきは清められます。何が清められるべきか人々を導き教えを諭すのは、すべてこの私が炎に委ねられた役割なのです。さっきから何の答えにもなってねえぞ。傲慢な悪魔よ、炎に清められんことを。ブライス！ヘレティクスビゴン。あ、カッダー！やんのかこの野郎。よし。はい。Let's go。Do your work。タブー。来、可要让我尽兴一点。哈！嘿！嘿！嘿！よし、やるぜ。Come on, you can go。受けてみな！よし！いつでもどうぞ。やるぜ！やるI'm going to go to the track camp!
ちょっと休憩。それは俺だ。ズリア！おとなしくしろ。The nerve of this asshole！ガツンと行くぜ。ほら。フラフラするぜ。もらった。よし。やめたんじゃねえか。よし、上昇上昇。また成長しちゃった。いっぱいやりたい気分だぜ。俺もまだ若いね。これが俺の真骨頂よ。追いつけねえか。なんだこれは。あ、デイナ、カロン、カスガさん。なるほど、ブライスの指示で使いに出されていた。ええ、臨時でフードバンク用の食品をいただけることになったから受け取りに向かってほしいというお話をいただいて。ブライス様から直接そういうお話があるのは滅多にないことなので、私たちも珍しいなとは思ったのですが。で、帰ってきてみたらこの有様か。ええ、春日さん、あなた方の言うパレカナの実態というのが私には信じられません。何を根拠にそんな。やっぱりそうですよね。いや、俺はきっとそんなことだろうって。デーナさんたちに限ってここの子供たちを苦しめるようなことするわけね。そうです。ええ、私も何の話なのかさっぱり。ブライス様がギャングたちを支配していて、アカネさんの命を狙ってるだなんて。カロンさん、デーナ様、俺はここじゃよそ者です。ハワイにはほんのちょっと前に来たばかりで、そんな奴に急にあんたたちは騙されてるなんて言われたって信用できないな。しょうがねえ。だから俺たちの言うことを信じてくれとは言いませんけど、さっきの光景はお二人自身が自分の目で見たことです。ガンジョーとバラクーダ、そしてパレカナの武装した教徒、それが束になって
俺たちを殺そうとした。パレカナにはまだお二人の見たことがない一面ってのがあるみたいなんです。それを踏まえて何か俺らに言いそびれてたことがあれば聞かせちゃもらえませんか。私たちは聖地ネレ島へ渡った人たちが幸せに暮らすと聞かされてきました。この施設からも多くの子が悪と認められて島へ渡っていきました。信仰心を認められれば悪になれると、そう言って子供たちを導いてきたのです。もう何十年も前からずっと。でも昔カロンとも一度だけ話したことがあるんです。ネレ島にいるはずの子をホノルルシティで見たことがあるって。デイナ、それはネレ島に行ったら一生そこで過ごすのがパレカナのルールでしたよね。ええ、だから本来ありえないことです。私も最初は見間違いだと思った。顔もすっかり別人になっていて、でもここで家族同然で何年も一緒に過ごした子ですもの。佇まいや雰囲気は間違いなくその子だった。だから声をかけたんです。でも人違いだと言われました。それでもその子だって思ったんですね。ええ、事情は分かりませんが、顔は多分整形手術を受けたんでしょう。でも声を変えることは手術でも難しいと聞きます。その声は間違いなく私の知るネレ島で暮らしているはずの子でした。もっと話をしようと思ったのですが、その子は逃げるように走り去っていってしまって、それっきりです。それってつまりネレ島に行った子たちが素性を隠して町に戻ってるってことですか。ウォンが言ってたことと話がつながるね。ああ、ブライスは自分の狂信者を作り上げて頑丈やバラクーダにスパイとして潜り込ませてるって話だった。デイナさん、その子ってのはどういう格好をしてましたか。警察官の制服でした。なんだと。ブライスが手先を送り込んでるのはギャングだけじゃない。警官、それに多分司法に行政、もちろん経済、表の権力にも忍び込ませてんだ。それも何十年も時間をかけて、何人もな。あいつをホノルルシティの絶対的な支配者にしてる。影のネットワークだ。やっぱり聖地ネレ島の正体はブライスの忠実な駒を育成するための訓練場だったんだな。そんな、あくまでブライスが教団を私物化してからの話だとは思います。私たちはこの子供たちはこれからどうしたらいいんでしょう。それはあなた方は状況に合点がいったようですが、私は逆です。何が何だかわからない。私は話を聞いてもなおパレカナの教えを否定する気になれません。ネレ島に行くことができると言われたら私は行きます。行きたいのです。子供たちにもそのように教えてきた。私の信仰心はまだ揺らいでいません。そろそろ子供たちに食事を用意しないと。この場所でしか生きられない者もいます。ここは社会的弱者の最後の砦なんです。願わくばさっきの話は子供たちの前ではしないでいただけますか。待ってください。それじゃあまた話が来たら子供を島へ送るんですか。選ばれた教徒や子供が島へ渡るのは多くても月に2回です。新月か満月の夜に。ですからしばらくその機会はないでしょう。次の機会が来る前にきっと俺らが茜さんたちを見つけます。
この施設をどうするべきか、子供を島へ送っていいのか、彼女らに話を聞いてみませんか。どんどん使命が重たくなっていくな。さすが堂島の竜に任された仕事だ。ああ、でもやり遂げりゃいろんな人たちを助けられる。悪い話じゃねえさ。